って私も言ったんだけど、病院狭いし、それは遠慮してくれって言われたって。私気になってたんだけど、お金っていくらかかったのかな。それは聞かなかったな。カンパでもしてあげた方が良くない？そうですね、確か保険もないはずだし。そうしましょう。よう、今日神崎さん来ていないぜ。これまでお前より後に来たことはなかったはずだけど。うん、それもそっか。けどなんか神崎さんって馴染む感じがするから。で、休み？なんで？いや、国見なら知ってるかと思って。お前、物知りだな。はい、席に着いて。ああ、また人が少ないな。ああ、人べらし、人べらしだな。連絡事項はなし。ん？何？お願い？そうか、友情か。じゃあ青春か。事故か。じゃあ神崎が休みなのもそのせいか。じゃあ新しいクラスメートのためにカンパに協力してやってくれるかな。じゃあ国見、これにまとめるといい。お前らの中にローンで苦しんでいないようなブルジョワはいるか。いいか、こういうのはな、気持ちの問題なんだぞ。気持ちの問題だから、結婚プレゼントだって気持ちの問題であるべきなんだ。こうしておけば間違いはないだろうからな。それじゃあ本日のホームルームはこれで終わり。サンデー、マジで大丈夫なのかよ。
起立。礼。じゃあ今日は俺と一緒に飯だ。いや、神崎さんがいないと寂しいかと思って。いや、お前みたいなやつ嫌いだ。ご飯食べよう。ちかこちゃん、ちょっとサンデーを見つけた時のことを聞いてもいいかな。お母さんに伝えようと思うんだ。あ、はい。ちかこちゃん購買だよね。私も付き合うよ。あ、私も行くよ。どうしたの？変な顔。そうかな。そうかもね。みたいですね。残念です。ですね。ちかこちゃんに聞いて大体のことは分かったから、お母さんに頼んでおくから。それもそうですね。もう集めた？集めた。そうでもなかったよ。だってひろっちって有名人だし。微妙にね。ほら、制服とかサンデーとか。だから京介ちゃんもあんまりひろっちと一緒にいると噂になるよ。というかすでにもうなってるしね。ああ、それは私のクラスでもそうですね。タレントにはなれそうもない発言だね。じゃあミュージシャンは？うん、集めようと思ったんだけどね。もうほとんど人がいなかったから。
けど、カンパ集めるときに思ったんだけどさ、最近ほんと欠席者が多いよね。風邪でも流行ってるの？そうね。茂木さんのクラスでもそうですか？うん、学校全体でそうみたいだね。学級閉鎖とかになるかな。でもそんな勢いだけどね。確かに。やっぱりヒロッチがいないと調子が出ないね。それだけうるさいんじゃないの？人の噂話って本当にくしゃみを発生させるのかな？は？だって大変だと思わない？今日千尋ちゃんのこと何回も話題にしたよね。ということは息が止まっちゃうくらい今日は何回もくしゃみしてるってこと？寝不足なのにそれで眠れなかったらかわいそうだよね。そのうちどっかの小屋で発見されたりしてね。怪奇くしゃみ女みたいな感じで。うわー、ダメだよそんなの。比喩ですね、文字通り。最近快眠なんだよな俺。いや、マージのおかげで思わぬ副産物というか。まあな。じゃあ。ございます。お疲れ様とセットの言葉ですから。やっぱりちょっと変な感じがしますか？初めてですね。
仕事とかした方がいいんでしょうか。千尋さんがしているみたいな。国見くんは真面目な図書院じゃありませんね。そうかもしれないですね。結構好きですね。あんまり趣味が合う人がいないのが残念ですけど。そこまで行くでしょうか。あっ、もしもし。千尋さんからでした。今日遊ぼうって。はい、なんでも図書院にちゃんと出ていることのご褒美なんだそうです。そうですね、もういつも通りでした。行かないんですか？9時頃に公園で待ち合わせとのことです。照れ隠しだと思いますよ。本当は千尋さん、サンデーのことでお礼を言いたいんだと思います。けれど、正直に言うのは照れくさくて、それでそう言ったんじゃないでしょうか。